ジェチーンは、チェコ北部の都市で、ジェチーン軍最大の都市である。ドイツ国境に近く、ドレスデンからもそれほど遠くない。首都プラハエは、鉄道で約83分ほどの場所である。ウースチー州の中で、ドイツチェコ間の交易ルートに位置しており、鉄道、道路、水運などすべての輸送手段の貨物はこの町を通る。また、 エルベ川とプローチェニツェ川の合流地点でもある。ジェチーンは二つの町が合わさって形成されており、一つはエルベ川の岸で古くからのジェチーンであるが、砂岩のポドモクリーは1942年よりジェチーンの一部となっている。エルベ川は柔らかい砂岩地帯を横切っており、町の中心は DNSK、アーチョビナ、チェスケース、トレドホリー。 ルージック・ホリーの三つの低産地がある。ジェチインの産業には、板金、食品、織物、化学製品、石鹸、ビールなどの工業のほか魚の加工、印刷、出版業などがある。ジェチイン地方は旧世紀に、スラブ人部族、ジェチャネが居住していたことから、町はその名にちなんでいる。最初は、エルベガワサガンに、州オチが築かれたが、 後の洪水によって、ガン2059年に再建された。1305年から1534年まで、バルテンベルク家の支配下に置かれた。その後、裕福なるドルフ・フォン・ビューナウ家のものとなる。この一族はこの地に、プロテスタントを取り入れるがそれは抑えられ、1620年に、ビューナウ家は追われる。ビューナウ家は1628年に町を、 トゥーン・ホーエンシュタイン家に売り払った。18世紀、ジェチーンはバロン・ヨハン・ヨセフ・トゥーンの下、スパの町となった。適した源泉の一つが1768年に、ホルニツェレブ地区で見つかった。交易の盛んな地に温泉を作ることは、あまり適した発想ではなかったため、結局1922年までに捨てれてしまい、今日ではすっかり過去のものとなり、忘れ去られている。 2002年8月にヨーロッパ東部を襲った100年に一度と言われる水害はチェチーンにも甚大な被害を及ぼした。通常2メートルの水位は12メートルまで上がり、ある場所では1600人が避難した。幸いにも歴史的な中心や観光地などは高い場所にあったため被害を受けずに済んだが、低地の建物には被害が及んだ。チェチーン城は ジェチーンでは最も有名な観光地の一つである。城は町の中心に近い丘に建てられ、エルベ川が見渡せて多くの歴史が味わえる。7年戦争時には要塞として使われ、1673年にはルネサンス様式の城になり、1788年にはバロック様式に再興された。かつてのボヘミア王の拠点は、 トゥーン時代には支配の中心として、1932年以降、チェコスロバキアの国有に移ってからは、ドイツやソビエトの軍隊の駐屯地として機能した。城は音楽家を刺激し、ショパンはワルツ書いており有名である。画家のカスパー・ダービット・フリードリヒは、彼の作品である、テチェン・オルター・オアクロス・イン・ザ・マウンテンズ・オトゥーンに売っている。チェチイン・の変わった特徴は、 長さで直線の壁に囲まれた道は城に導かれている。ソビエト連邦軍は1991年に撤退したが、城は荒廃した状態であった。2005年に再建は完了し、城の大部分は博物館や催し物や公的行事の会場として利用されている。1932年に城がチェコスロバキアに売却されるときには、 ほとんどの財産品は、トゥーンによって持っていかれてしまったが一部は他の博物館に保存されていたり、戻ったりしている。ありがとうございます。